はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。ですね、今の気持ちについてなんですけれども、状態から言うと、まあこのフラットな状態からここの落ちてる、一番落ちてる状態ではないんだけれども、死にたいっていう気持ちが今はすごい強くて、っていうのも1年前のことをふと思い出してしまって、私1年前は馬車馬のように働いてたなと思って、ストプリ応援するためにすっごい必死で働いてたなと思って、ごめん、本当はさ元気な動画にしたいんだけど、気分がすごい落ちてるってわけでもないんだけど、1年前のあれだけ一生懸命働いて、ストプリのライブとか行けて充実してた自分が今はいなくて、今はなんなら お金がないからライブがあったとしても行けるかどうかわからない状態で、本当にこんなにも違うんだなって思って、なんで私こんなになっちゃったんだろうって、前に戻りたいよって思って、なんだろう、やっぱ弱ってんのかな、で働けなくてライブにも行けなくて、そんな私生きてて意味あんのかなって思っちゃって、ほんとごめんね、もう私YouTube では元気になるって思ってたんだけど、今死にたいっていう気持ちが止まらなくて、昔に戻りたいっていう気持ちが止まらなくて、今なんでそうじゃないんだろうっていう気持ちが止まらなくて、辛くて辛くて、辛いのかどうかも分かんなくなっちゃって、なんか今気持ちがすごいごちゃごちゃっとしてて、でその中の一番上にいる気持ちっていうのが死にたいっていう気持ちで、いやでもこれは遺書とか全然そういうのとかではなくて、私今の状態では死ねないから、
ちょっとね、今いろいろ進んでることがあって、家をそう簡単には今手放せない状態だから、私が死んじゃうことによってそれがずれてきちゃうから、そうするといろんな人に迷惑をかけちゃうから 迷惑をかけては死ねないって、思ってるんだけど、でもそれが全部落ち着いたら死んでしまおうかっていうふうに今思ってしまっていて、でもまだまだ先の話になるから、それまで気持ちが持ち直してくれるといいんだけど。とにかく もう、なんでどうしてどうしてどうしてなんでなんでの繰り返しで、ずっと泣くしかできなくて、もうそんなことを言っててもしょうがないし、時が戻るわけでもないし、自分が良くなるわけでもないから、頑張ります。頑張ったらいけないのか。でもこれから子供にご飯作んなきゃとかもいろいろあるし、まだ寝逃げできないなって思っちゃうし、本当に願いが叶うなら、病気になる前に戻りたい。今日はもう多分こういう死にたいとか、すごいマイナスのことしか言えないから、今日はそれで視聴者さんに嫌な思いさせても嫌だし、心配かけさせたくもないから、ここで動画を終わりにします。でも大丈夫だよ、大丈夫だ、死なないから それだけはね、絶対死にたいってすっごい思ってるけど、絶対死なないから、生きてるから、だからそれだけは安心してください。明日も動画を更新するし、生きてるから、それだけは約束。
ここまで動画を見てくださりどうもありがとうございます。ではまた次の動画で絶対にお会いしたいと思います。それではバイバイ。